どうもこんにちは、ナチでございます。11月の25日、はい、2日ほどね動画出してなかったんですけど、まあ多分ねこの前にあのコアトルの降臨動画が上がってると思うんですが、そこでも言ったんですが、なんかいっぱい言葉がつながってますが、肋骨を折りまして、ついにあの長引いた1ヶ月の咳の末、ついに肋骨にダメージが蓄積され折れました。でまあね、ちょっとね2日間ぐらいは喋んのも辛かった次第であります。まああの降臨動画見てもらえば分かると思うんですけど、いろいろありましてね、ちょっと2日間ぐらい死んでました。でまあ今はね喋れますが、ちょっとくしゃみとか咳が出るとね、もうドカーンってね肋骨にダメージが入るんでね、あんまり話したくもないっていう状態です。なんでまあ手短にいきましょう。今回ねこちらね作っておきましたコアトル、とりあえず1体で、さっき裏やってみたんですけど、ちょっと改善点というか問題点がいっぱいあったんで、一旦裏は置いておきます。今回3でいきます。まずねこいつの特徴がこれ、無効貫通2つ、これが非常に優秀ですね。この前ねルシャナにもつきましたけど、貴族性無効貫通2個持ちがね、まあ現状マルチありだったらこいつだけなんすよね。なんでまあ非常にありがたい存在ではあります。なんで無効貫通いわくない方もね、ぜひ持っておきたいキャラクターではあります。スキルは2ターンの間コンボ加算と2秒延長です。これもなかなか優秀、自身のリーダースキルとも相性がいいです。リーダースキルはドロップを何でもいいから4個以上つなげて消すと上昇最大6倍、これは最大8個ですね。で7コンボ以上で軽減3倍という、まあ、ちょっとトリッキーな感じのリーダースキルになってます。強いぞ、使うぞ。ただまあね、盤面にもよるんですよね。結構ねどうしてもこの盤面じゃ最大出しながら7コンボ不可能だなって盤面も多々ありますので、まあ、そんなに繋げることはね考えなくていい。むしろ7コンボの方が大事なんで、まあ、4個5個、まあ、基本6つかなって感じで僕は使っていきます。なんでまあこのダンジョンなら全然この5個のドロップこう繋げておけばねいけると思うんですけどね。あとはまあ適当にこうやって分割してドカンとやるだけで、なんと182倍が出ます。まあ、今みたいに落ち込んでなんか5個繋がってきましたみたいなこともねなくないんでね、意外とそういう落ち込みも狙えます。でこれ延長があるんで消せます。これはですね裏のイザナミにも使えますので非常に優秀です。やっぱリラフレが延長持ってるっていう安心感はすごいよね。でこのパーティーエンハンスがありませんが、おそらくエンハンスは必要ないぐらい火力出ますので、まあ、ここであろうと裏であろうとね、裏も多分ねカーリーとメタトロンだけを見ればエンハンスは必要ありません。まあ道中の安定感的な意味では欲しいかもしれませんが、全然いけるかと思います。でこれね、これ2ターンの1コンボ加算により今のところ6コンボでも大丈夫だったっていうありがたポイントでございます。そうか、バインドは受けんのか。そうだよね、そうですよね。列がバインド耐性だったら嬉しかったなこれな。ただここも倍率を出しながらコットンでね列回復っていうことも可能なんで、まあおでドラも持ってるんですけど、そういう戦法もあり。イエス。さあキラーは誰じゃろな、耐えました。回復ね、最近なんか夜空かなで回復キラーを結構トレードで求めてる方がいるんで、まあ持っといて損はないでしょうと。なんでちょっとプレイヤースキルも必要なキャラクターですね、うん、7コンボが意外とね簡単そうで難しいんだ。使ってみればわかるんですけど、あ6しかないじゃんみたいなことがよくあるんで、盤面とね相談しながら組んでいくのをおすすめします。当たり前のことですけどね。ちょっと封印が危なくない？封印もないのか。ちょっと待って、弱点が見つかってきた、いっぱい。そうか、封印が危ないのか。ここはね最大倍率を324倍に上げてからのコアトルの副属性で左をぶち抜きマウンテンできない。そいつだけ倒すってことある？そんなもったいな。木をウェイにすればおそらく右にも飛んでいってダメなんだ。よくわからんな。すごい綺麗。素晴らしい。
お疲れ様でした。長かったなここな。エニシでね、あの3周回してても思うんですけど、あいつめんどくさいっすよね。受けたー、受けやがったー、 20% 引きやがったよ。おい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 、勘弁してくれよな。難しいね、封印2個持ちを入れるのもなかなか大変だし、どうすればいいんだろうこの問題は。なんか武器で補うとかそんな感じですかね。ここでさ、ここでスキル使えないの結構めんどくさいな。なんかめっちゃ落ち込んきて倒せました、サンキュー先輩。でつなげるドロップが何でもいいってことは、もちろんね回復でもいいわけでして、これでも倍率が出ていくわけですわ。ということは倒せるわけですわ。嬉しいね、まあ、もちろん最大は出ませんけどね。メジエリュージョン、おいおい多色かよ。一応水以外はあるんだけどさ、多色プラスつなげるってね。しかもマシンタイプでしょ倍率は。マシンタイプなんて全然おらんで、ほい。まあでも倒せなくはないと思う。74倍、まあいけますよね。まあ裏ではこんな遊びできませんからね。まあ3の時ぐらいは遊んでやろうと思います。で毒耐性も100にしてきたんで、ここも大丈夫なんですね。よっこら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 、やっぱり問題は封印ですね。陣容が武器も悪くないんだけど、重たいんだよなターンがな。あのスターリングとかさ、その辺考えちゃうと、まあヒコさんも重いんだけどね。でもさ、リーダースキル的にヒコさんのスキルめっちゃ相性いいからさ、そこ難しいよね。 20% を捨てるか、ちょっと妥協して封印を完全にするか、そこ難しいとこでございます。まあそもそもこのパーティーで安全周回なんておそらくないので、まあそこはね、まあそこはちょっとかけてもいいと思うんだけどね、 20% ぐらいはね。はい、まあそんなこんなでここまで来ました。無効貫通がね、まあ、ついてるんで、ぜひとも無効貫通させていただきたいところです。ただ、神とかドラゴンにはキラーが触れませんので、まあ、3でうまく使えるかって言われたら難しい。ただ、無効貫通を素で持ってるキャラが2人もいますので、2個ね。しかも2個ね。なんで、まあ、希望はあるよね。ただ、エンハンスはないよね。来た。お前にこの前負けたんだよ、リベンジマッチや。でゼラのスキルも非常に相性がいいです。ニコンボ加算が入りますので安全に組むことができます。しかも素晴らしい盤面、さすがゼラチン。これでポンポンとね、あざす、イエス。しかも9個つながりますので、すごいな。分かっとるな、ちゃんとな。自分のやりたいことが、お前はな。いいぞ。それでいいんだぞ。ここで変換がないのが非常に怖い。コンボ加算をしておきます。コンボ加算をした以上は、ちょっと無理してもいいよね。なんで最大倍率狙ってみたいと思います。あとはコアトルの延長も最後つけたかったな。最大はごめん、言い過ぎた。うん、まあいつもより変わって感じ。これで死んじゃったらちょっとつまらん。強いですね、強し工業ですね。じゃあこここそもう木を思いっきり全部つなげたるわ。木を思いっきり全部つなげからの、はいはい、あー危ない。これで最大が324倍です。ドドンと出ました、1億。
列も捨てたもんじゃねえな。まあ、なんといってもやっぱり無効貫通2個が優秀なんで、余裕ある方は作っておきましょうっていうキャラクターです。はい、まあそんな感じや。継承はこれできないんですね。はい、ということで、ケツァルコアトルでした。バイバイ。